ご紹介したいと思います。彼は何ヶ月も前からこの第14回グラン紅白歌合戦のために頑張ってきてくれました。本当に赤組のキャプテンと白組のキャプテン頑張ってくれましたよね。そうですね、この14回から紅白のキャプテンは大変何ヶ月前からも、ね、そうですね、練習なさって、はい、はい、そうですね、今日白組のキャプテンが歌われる曲も、はい、ちょっと聞いてください。あ、そうですか。愛のジェラシーといって愛はやきもちっていうことなんですよ。そうですね、ジェラシーですよね。だから確かに今日ですね、はい、彼が歌うと赤組の方がやきもちを焼くんじゃないかと思うんですよ。さあ、それはどうでしょうかね。ちょっと、怪しいですね。じっくり聞いてください、はい、それではご紹介したいと思います。赤組のキャプテン、あ、失礼しました、れっきとした白組のキャプテンです、永瀬ひかるとさん、愛はジェラシー、どうぞ。
髪を焦がして女の顔したヤシャがヤシャが爪を研ぐ